最も身近な種については、養豚を参照のこと、アメリカでテールゲートパーティーでローストされる、死んだちのみこぶたちのみこぶたとは、母豚の父で飼育したこ豚。料理の文脈では、生後2週から6週で屠殺されたものである。様々な食文化で、伝統的に一頭丸ごと調理され、ローストされることが多い。通常、特別な行事や集まりで調理される。 ちのみ小豚の肉は薄く柔らかく、調理した皮はパリッとしていてポークスクラッチングにも使われる。若い豚の肉にはコラーゲンが多いことから、肉の食感はややゼラチン状になる。古代、ローマや中国の料理には小豚を用いた料理が数多く存在する。豚は人類が屠殺するために初めに家畜化した動物の一種なので、人類の文化には、 数多くの豚に関する言及が見られる。具体的には、小豚は6世紀のサリカ法典などの初期の資料に登場する。盗難の罰を規定する法律の例としては、第2章第1条に、ラテン語で、s i c ポルセラムラクチンタムフューリベリット、イエーフリットアドプロバタム CXX、デナリオスクイフェッシュントソリードスススリークルパビリス、イデシーター。 有罪判決の罰金は120でエナリウスとなり、ソリルス金貨3枚となると記されている。クレン・カルチウムという語は、フランク語で書かれており、カルチウムは、血のみ小豚に関する仲介である。フランク語のこれらの仲介、いわゆるマルバーグス・グロソンは、コーランダ語ので最も早く証明された言葉と、みなされている。トンシャの小豚中国式小豚の丸焼き。 コルカタにて人間が消費するための豚の使用は特に自然界で起こるよりも早く、母親から引き離された若い動物の場合、しばし非倫理的として主張されている。さらに、メディアや動物の権利に関する団体の調査によって、血のみ子豚に関連する動物虐待や非人道的な状況が明らかになっている。子豚をコンクリートの壁や床に何度も叩きつけて殺す。 サンピングなどの行為は、子豚を供給しているカナダやアメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国、アジア諸国の養豚場では、合法な安楽死の方法とされている。母豚であるメス豚は、多くの国で妊娠ストールないし分娩ストールに入れられており、ほとんど動かず、生まれたばかりの子豚と触れ合うことはできない。豚は、非常に知的な社会的動物を考えられている。 ペタのような動物愛護団体は、このことが、工場飼育産業の手による、豚の搾取と苦しみを、特に非倫理的なものにしていると主張している。西洋やアジアの料理には、様々な小豚の料理がある。最も人気がある料理は、スペイン北部のセゴビアのものである。レチョンは、世界のいくつかの地域、特に、スペインとかつての植民地でよく食べられている、豚肉料理である。 レチョンという単語はスペイン語で、父意味するレッチェに由来しており、小豚の幼さを暗示している。レチョンは、ロサンゼルス、スペイン、キューバ、プエルトリコ、ホンジュラス、アルゼンチン、ウルグアイ、ボリビア、エクアドル、ペルー、コスタリカ、ドミニカ共和国及びその他のラテンアメリカのスペイン語圏で人気ののある料理である。スペイン料理では、一般的に、コチニーアサードが、 小豚の丸焼きを示すのに使われるが、これは、レチョンが、豚の丸焼き全般を意味するようになっているためである。これらの地域の多くでは、レチョンは一年を通して祭りなどの特別な日に、調理される。味付けの後、内臓を取り除いて、大きな棒に串刺しにした小豚全体を、炭火で満たされた穴で調理する。炭火の上に小豚を配置し、棒を回転させて、全体を焼く。 関東風の小豚の丸焼きアジアでは、小豚の丸焼きは重要なパーティーの際に中国料理店やベトナム料理で食べられる。この料理は結婚式のパーティーや赤ちゃんの生後1ヶ月を終えた時のパーティーでも人気のある料理である。スペインの植民地だったフィリピンでは、レチョンは国民食とみなされている。レチョンという語の使用法が長年の間に変化するにつれて現在では、 小豚も含む豚のロースト全般を指すようになった。同国では、血のみ小豚は、リチョンデレッチェと呼ばれており、これはスペインでのコチニロに対応している。バリ島、バタク及び、ミナハサ半島などのインドネシアの非イスラム民族グループにも、小豚の丸焼きの変種がある。一部の豚肉料理は、中国料理の影響を受けている。ドイツ料理のシュパンフェルケルサルディーニャ料理のスポーチェドゥー。 ルーマニア、ポルトガル、スペイン、ドイツ、オーストリア、イタリア、スロベニア、セルビア、マケドニア、ジョージアのヨーロッパ料理でも非常に好まれている。また、ロシアとセルビアでは家族の伝統的なクリスマスの共演ではガチョウと共に食べられている。ロシア海軍では派遣から帰島した船の乗組員に一等内し、 複数の小豚の丸焼きを送る伝統がある。小豚の丸焼きは、ドイツ及びオーストリア料理では、シュパンフェルケルとして知られている。オーブンで焼いたり、グリルで焼いたりされ、オクトーバーフェストなどのお祭りでよく供される。スウェーデンでは、スペードグリスと呼ばれ、通常はオーブンで焼かれるか、時には直火で焼かれることもある。バターや、パン粉と共に、リンゴや、 プラムなどの様々な果実が詰められることがよくある。チノミコ豚はアメリカ合衆国南部ルイジアナ州の小さな町マンスラで毎年開かれるコーシャンデライトというお祭りでケージャン料理でも使用される。このお祭りではその名の通りにチノミコ豚の丸焼きが作られる。米国でのその他のコブタの使い方としてはオーブンで焼いたり調理ピットで焼いたりする。は アメリカ合衆国南部の料理で人気がある。ありがとうございます。